変身クイズ、秋山忠。クイズに答えて大笑い。変身クイズって知ってるかい？このクイズは繰り返し言葉を唱えるだけで、なんと答えが分かっちゃうへんてこなクイズなんです。不思議で楽しい変身クイズに、さあみんなも挑戦しよう。はい、カッパ兄さんです。楽しい変身クイズの時間ですよ。いっぱい問題を出しますので、頑張って答えてください。では第1問。ここに1本のベルトがあります。このベルトはお空を飛べるでしょうか、飛べないでしょうか。さあ、ベルト、ベルト、ベルトと繰り返し言いながらみんなで考えましょう。ベルト、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 ベル。はい、答えは飛べるでした。皆さん大正解です。さあ第2問です。このご老人のお名前は何というでしょう。では考えてください。ご老人、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 ご老人。そう、答えは甚五郎さんでした。またまた皆さん正解です。第3問。これはバスケットボールですね。ではバスケットボールでやってはいけないこととは。バスケット、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 バス、はい、蹴っ飛ばすことですね。バスケットをするときは足で蹴ってはいけませんよ。では第4問。アメリカのおじさんにお小遣いをもらいました。なんと9000円です。お礼に何と言えばいいでしょう。9000、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 9000。そう、英語でありがとうという意味ですね。第5問。海の中にダムがありました。さあこのダム、役に立っているでしょうか、それとも無駄でしょうか。簡単ですね。ダム、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 ダ。もちろん無駄でした。第6問。とても難しいですよ。では問題です。答えは何でしょう。答え、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 答え。そう、太鼓ちゃんでした。みんなどうしてわかったのかな。第7問。すごく暗いところで私が持っている食べ物は。暗い、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 暗い。はい、真っ赤なイクラです。鮭の卵ですね。さあいよいよ最後の問題。私の名前は秋山忠。これからみんなの前で何かを出します。それは一体何でしょう。ただし、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 ただ
答えは舌だ。では皆さん、またお会いしましょう。ベロベロベー。おまけのクイズ。他にもこんなクイズがあるよ。みんなも考えてみよう。今日は投げやりな気分。何をしましょう。投げやり、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 投げ。熱が出ました。どうすればいい？熱、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 熱。ほっぺをつねつねしましょう。鳩のポポタンが好きなものは？ポポタン、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 ポポ。君の名前は？君、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